銀器霊夢局、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ナイトビジョン使って、ナイトビジョン使うとめっちゃ重くなるな。2で狙撃銃装備。1で戻せんのね。で、多分3で、ハンドガンだな。OK。エイム、フラッシュバンもあんのか。敵がどこにいるかだけど、いた。外した。当たった。当たる気配がない。オーケー。いた。オーケー。遠方からちまちまやっていくしかないよね。ん？はい。オーケー。生きてるぞ殺せってすごいな。まあそうなんだけどさ。でもあれだな、これ遠距離からやれば、別段隠れなくても、いけそうな気は、するけどな。相手の射程外から仕留めりゃいいんだろう？向こうにも、来た。これでいいんすわ。こっちからしか来てないな。はい。あ、いた。やば。あ、無理無理無理。よし。はい。あ、でも全然、あれ？無理か？無理か？さすがに無理か？一旦山の方に逃げるとこ書いてあったな。よし。ああ、なるほどね。見つかったら増援が来るんだ。これはさすがに厄介だな。あ、やべ、見つかった。よし。逃げるな、雑魚。はい。どこだ？どっから撃たれてる？ここか。あー、もう一回、もう一回かざして。はい。あ、ダメだ。さすがに見つかってるよなこれ。あ、見つかってるわ。いいの俺で。さすがに構えたら見つかるか。死んだこれ。死んでない。意外といける。あ、無理無理無理、全然撃たれてる。死んだ。
ああ、そうか、造園来るのか。あんま自由奔放に撃てねえな。やば。傷って隠すとかもあるんだ。よし。なるべく遠くからね。さすがに無限脇じゃないよな。これ引きずるってどうやんの？あ、これか。危なっ。死体ってもう死んでるんだけどな。どこ？あそこにいんのか。多いな。二人で一緒にいるのはちょっと、あ、やべ。まあ、でも普通二人一組だよね。幽霊が死んでるぞ。お前なんかおかしなこと言ってるって思わない？見つかってる？あ、見つかってるね。めっちゃ押されてるから。ダメか、一回。やり直すか。やっぱもう全員仕留めた方がいいんじゃねえか。ダメかな。でもな、車がな、車のやつが厄介なんだよな。あ、くそ。外した。はい。オーケー。見張りと2機、狙撃手が警戒中。いるか？あんま街中に入りたく、いた。もう一人、こっちにいるはずだけど。とりあえずはやったけど、もうちょっと進むか。警戒解除。無能兵士すぎる。当たるよね、俺の偏差がダメなだけか。なんか COD やってる気分になってくんな。
おい、幽霊が死んでるぞ。大変っすね。やべ。はい。これで、ある程度なんか調べてる奴らを釣れれば、見つからなければなんとかなんじゃないかなとは思うんだけどな。えらい数死んでるけど。お前が殺したんだよ。いた。なあ、ダメか。多分顔に、頭に当たってないんだよな。よし、やった。で、あとどんぐらいいる？この辺に結構集まってくれればな、やりやすいんだけど。ちょっと寄るか。ちょっと遠巻きに。車は？車いた。はい。オッケー。なんか事故ってない？あそこ。でも車2台いたよね。まだ1台しかやってないと思うんだけど。多分壁に当たった音とか結構聞こえてるはずなんだけどな。あんま興味ねえのかな。やば。あ、マジか。余計なことするんじゃなかったかな。でもあれ普通に、なんか全然全然こっち方面直で行けばいい気はしてきたけど。こうでしょ？で、こうでしょ？バレた？あ、いる、いる。クソバレてる。フラッシュバン全然なんかピカってならないんだけど、なんでだ。だから俺ど正面から行くの以外は苦手なんだよな。やば。はい。事故った。これでこっちにめちゃくちゃ走ってで隠れる。
暗っ。多分まだその辺にいるよね。いるな。警戒解除。オッケー。どの辺だ頭。ちょっと見づらい。頭をぶち抜ければな、楽なんですけどね。一人。こいつはやれるか。で、やば。で、逃げて。生きてるぞ殺せって言われてるけど、別に見つかってないんだよなこれ。見つかってなさそうかな。オッケー。んー、いる、いるな。ちょっと待って、危な。なんかガタガタ鳴ってるよ。はい、オッケー。いるな。ちょっと白いから分かりやすいんだよな相手。あー見づらい。うわ、血のりめっちゃ楽。だいぶ減ったんじゃないの今。まだダメかな。え、もうだいぶいなくない。でもな、ここなんもないんだよな。ないんだなこれが。はい。で、目が効くやつはなんとかなった。で、あそこにな、いるんだよな、何人かな。これでなんとかなってるか？あの一番遠いとこのやつはいいか。なんか、あれ、あれか、光ってるだけか、ライトが。この辺なんか潜んでたりしない？結構いるな。はい、割ともうなんとかなってんじゃないの。あそこの上が気になる。当たるか。よし。あ、いる。まだ中に。二人仲良く死んでくれ。よし。これでとりあえずいけるか。さすがにだろう。中にいないかだけが心配だな。行った？オッケー。切るよ。よし。拳銃に持ち替えましょう。はい。拳銃に持ち替えて、弾薬補充しといて。仕事終わんねえな。なぜ過労死した俺が死後も残業してるのか。俺っていうタイプなのかい。定時じゃねえよ。あ、残業じゃねえよ。まず定時がねえから。あ。バレちったらしょうがねえ。
これダメなのかな、これ使っちゃう。だいぶ集まってくんのか。でもさっきんとこより全然あれじゃない？いけるか、いける感ない。サワールムガンジャイほらって吹き飛べって。よし、多分外にいるんだよな。だから別に、あ、いけた。まずは敵を振り切れ。見つかってじゃやっぱダメなんだな。とりあえずここにいればなんとかなんじゃない？ダメかな。多分下にいる。あ、いけたいけた。あ、もう壊れてるけどこれ大丈夫？めっちゃ割れてない？ログな転送開始。割れてるよねこれ。何か気になるものは。いや、画面が割れてて。目立つのは小日向と村長、それから地域政策課長とのやりとり、病院、ゴルフ場の建設、道路拡張、談合、収賄疑惑のもみ消しまで。霊夢賞の権限だけで約束できるレベルじゃない。ドラゴンボール6スタック分ある。上のそのまた上ですか。回収完了。3階会議室に向かう。先に向かってください。まもなく合流します。じゃあ一旦ここで区切ろうか。次回会議室に乗り込みましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。